ィリピンとの関係値はバナナしかない。どうもここです。お金とタスクは貯めるもの。どうも最高です。はい、はい、ということで、はい、本日はですね、うん、僕の卒業論文のデータ集めということでフィリピンに来てるんですけどラブホで撮影してる。いや思いながらエロすぎんねん。思いながらラブホチックな撮ってるやんって。あんだけチェックイン長かったの、こいつらエロ部屋入れるかってなってたんじゃん。あ、まあ、予約間違いなんじゃないかなっていう。チェックイン30分ぐらいかかって、男3人こいつらエロ部屋入れるかもうしゃあないからみたいな時間じゃない、うん、エロ部屋会議か、うん、ちょっとね、カジノが併設されてるホテルなんですよ。はい、ということで、まあ、ただただね、卒業論文のためだけに録音しに来てても楽しくないんで、はい、ちょっとカジノっぽい企画やろうかなということで、本日の企画、極悪人を選べ、汚いお金でカジノ対決。お金使う？はい、めちゃめちゃ使います。一旦ちょっと僕が今日持ってきたこの企画費ちょっと用意します。こちらなんですけど、はい、イダチャンネルからこちらの企画費30万円持ってきました。おい、もっと金持ってるやつがやるやつやね、これは。イダチャンネルが出せるギリギリの企画費なんですけど、まあ、50万人見たということで、まあ、それをパーティーパーティーパーティー、まあまあ、フェルトは鍵なんで、フェルトは鍵なんで、はい、大体増えるんで、いえいえ、ちょっと甘っ。トモキ説明してもらっていいですか、ルール説明。あ、はい、まずここに15人の極悪人たちがまあお金にまつわるなんか犯罪に巻き込まれたりとか、うん、なんかやったりとか、そういう人極悪人集めてます。はい、まあ、15人の極悪人をそれぞれ1人1回ずつ選んで、被害金額が多ければ多いほど、まあお金をいっぱいカジノでかけれる、そういうゲームです、ね。で、まあ、小さい順から、うん、まあ、金額100万円以下が3000円で、101万円から999万円が1万、1000万円から1999万円が2万で、2000万から9999万円が3万円、はい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 、で、1億から3億円が5万、はいはい、3億円以上で10万かけてもらいます、はい、なるほど。で、全5回戦して最後にある持ち金が多い方が総取りということで、おい、もともとこの折半やから15、15入るよってやったやつがどうなるかって話。はい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 、行こうか、せっかくなんで早速、うん、その先行後行みたいなの決めるか。うん、いいよ、なんか今日考えガチガチやな金好きだからオッケー、いくよ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、きた、オッケー、先行ドンマイ、ファッキュそんなメガネでやるなお金にまつわる犯罪してるってことを見る。そうまあ、ドボンもある。ゼロみたいな。まあ、どうやろな。でも全員そんな思いつかんな、でも今。いやもう固めでいったら、最初ちょっと固めでいきたいな。じゃあ行きます、僕。はい、イグジット兼近さんで僕は一旦、俺の選択はイグジット兼近で、はいはい、はい、このターンね、うん、じゃあ僕のターン、うん、やっぱ政治でしょ、汚いといえば、お金の問題といえば、はいはいはい、自民党松野なんとかさん政治詳しくないんで、はいはいはい、政治普通なんで僕。最近やった安倍派問題でも、これでもさ、ちょっとさ、明るさまじゃない、書き方が。でもこんだけやったら1個ぐらいさ、うん、安全なやつ置いといてくれてもいいんちゃうかっていう。でも俺、イギリスでカレンジカはやってるのは俺確実に知ってんねん。そうなん、窃盗事件してたやん、昔。あ、だから、かけれるのかけれるけど、この金額がどうかわからへんっていう。じゃあまず僕からいいっすか、これまずめぐっていいっすか、イグジット兼近さん、ドン、窃盗1000万円ルーレット。え、ってことは、あ、まず2万円、うん、カジノかけれる。おい、オッケー、はいはいはい、オッケールーレットで、うん、そう、で罪の、ね、詳細はね、うん、北海道札幌市のマンションの一室に侵入し、うん、現金1000万円の金庫を盗んだガチ昔や、昔多分ね、笑えねー。でもこの罪では不起訴になってる。そうそう、だからだけそう言わん方がええで、それ笑えねーとか、なんかそういう不起訴やから、ね、不起訴なんですよ結局裁判で買ったやつが勝ちやから、ね、お前のなんか認識だけで。お前もで、ね、悪さ一回なんかしたことあるやろ。ないタッションもあるし、ほんまにない、信号無視もあるし、ほんまにないそんな潔白なやつおらんから一切やってません。あんまり2万、じゃあ2万円ゲットということで、ルーレットオッケー、よっしゃ、オッケー。はい、じゃあ僕の自民党松野博一さん、うん、開きます。と、え、裏金1000万円超え、ブラックジャックブラックジャック2万円。あー、最初5かけた、罪は裏金、
政治資金パーティー種類のキックバック。あ、それね、やっぱ普通はもう最近のやつね。ストレートすぎるって。そんなん分かるやん、裏金何におったね、男子やねんから。まあ、1枚1回いきますか、じゃあ。でもあんまブラックラックのルール知らんねんけど。なんて言うの。ブラックラックって何。これブラックの家具やん。分子金少ないからミニマムの上、ここ行くわ。え、分かるルール。で、分かる分かるっていう。え、やばい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 んちゃう。これやばい、これやばい。何枚かけて、何枚ある。ブラックジャック。いや、いつ。オーケー、オーケー、任せてください。I'm professional of ブラックジャック。1セント please。 I'm gambler。 I'm gambler、オーケー。Trust me。 すごい。結構びっくりしてたよね。わ、12か。ワンマン。ステイ。はい、とりあえず1回戦終わりましたと。はい、一旦ちょっと結果見にホテルに。この付け焼き場のストラテジー表暗記で行ったよ。なんかでもいきなりさ難問来てたからね。うん、いや結構素人には難しかった。終わりました。トモキは結果知ってんか。知ってる。2人ともに同伴したから ね。そうね。ということで、じゃあまず、じゃあ先行やった僕から発表します。はい、結構チップの音聞こえるよ。結果、はい、7500ペソやったん、お互い2万やったから。うん、それが何円になったか。うん、19800ペソ。そこ噛むなよ。19800ペソ。うわ、何枚かけて、何枚ある。5枚はある。75枚が200枚になった。オッケーオッケー。3万4万ぐらいあった。うん、お前。じゃあ3倍。まあ、ほぼ 2.5 倍ぐらい。100ペソでチップを渡されて、だから75枚のチップをルーレットでも一気にかけなかったから、もう何も覚えてないところにかけてたか。適当にマジで、適当にかけてたな。適当に置いてたね。適当に、マジでルーレットだけは運ゲーやもん。マジで運ゲーやから。まあ高校最高、うん、7500ペソ一気にかけて、はい、ちょっと一回数えていい。いや、だからロギで2倍か0やから。1回数、2倍か0。あ、そっか。じゃあ、ほんまに全然知らん状態ってたねんな。ステイ。アイムウィナー。いやー、お前も当たった。どういうあれやった。どういうあれやったやろな。あんま覚えてないんやけど、集中しすぎて。先行後攻どういう感じいく。前の試合で多く稼いだ方が後攻。あ、なるほどね。なるほどね。平等に指令じゃねえかよ。ドボンが一番きついよな。うん、ドボンの時が。そうね。マジで増やしたい。じゃあ僕これで日テレ系列テレビ局職員。結構テレビ局のお金ってほんまに曖昧やが、流れが。なるほどね。どこに流れてるか分からんから金の問題結構あるんちゃうかなって。なるほど。いきます。じゃあ一回俺も選ばなきゃやろ。はい、間違えました。慌てますね。ティルト入ってます。まあ確定のとこでいこうかな。最初はみんなかけたいとか、かけてるとこ見たいやろ。それとでも確定、絶対何かをやってるやつ。ダルビッシュ賞あれやろ。ダルビッシュの弟。そうね、ダルビッシュな、うん、いやなんか多分昔だからそのなんか全巻持ってるみたいに言ってたから。そうやね。最後かな。はいはい、ボン。着服1180…1118万。ブラックジャック、またブラックジャックだから2万獲得。また2万円獲得です。日テレ系列テレビ局職員の罪は、売上金を着服し解雇処分、さらに、24時間テレビの寄付金から、264万取った。大役に。最悪。あ、嵐とかが一回集めた金を着服。次俺ですね。ダルビッシュ賞ドン。掛け行為あっせん1億1300万。これやばいんちゃう。5万円獲得。よし、オッケー。ダルビッシュはかなり当たりやね。かなり当たり。かなり当たり。大当たりやん。うん、え、変化球いっぱい持ってるとかじゃない。スライダーにちょまかるとかじゃないわ。ダルビッシュのやったことは、うん、LINE を使ってプロ野球やメジャーリーグの試合の掛け行為を斡旋して1億1300万円集めました。絶対、うん、弟がやったらあかんやん。野球で。お互いでも当たり引いてるね、今のところは。そうね、結構今当たり引いてる。当たり引いてるよね。一回お気に行く戦略取るみたいな何か。
ポートフォリオできるからな、いろんなとこに置けば当たるから結構ダサかったけどな、見てて俺青色チップやったねんけど、もう青真っ青ダサ確実に勝とうとしてね、真っ青やったっていう2回戦、はい、ここは5万のルーレット、これは2万のブラックジャック手塚さんずっとブラックジャックやってないで、ね、さっきさ、もうヤバかったよ、チップス多すぎて、だからちょっとあの冷凍ちょっと高いとこ行くわ、こっちの弁当ミニアムより 2.5 倍多いところで、あ、いいよ、出た、出ました、来た、うわぁ、オーマイガー、さっき結構逆転勝利やったな、さっき、やばいと思った。ジャパニーズサムライ。ジャパニーズサムライ。お、強いんじゃない？ステイやな。ステイステイステイ。カモン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 、これはいいぞ。はい、2ゲーム終わりました。僕は俺も5万円のルーレットやったから。もうすごいこともなったんやけど、大富豪のかけ方や、かけ方してたから、1回で5万あんまかけ、初めてやった経験あったんや、ちょっともう緊張やばいから1回とホテル帰ろう、え、会場でなかったけどなんかあったあったね、おい何も起こんなよ、まあその、うん、2万円さっきとまあ同じかけ方して、まあ、2分の1でなくなるバカなそんなやつおらんねんだからそのさっきと同じディーラーのとこ行ったらまだ来たね、ジャパニーズみたいな因縁対決だみたいな、まあスタートして、うん、で、俺の手札見たら、うん、J とクイーンやって、うん、強い、うん、20? これでもう20で、うん、もう俺の見たサイトではもう絶対にステイない、うん、絶対にステイない、うん、1引く以外ないから、うん、で、まあ当然ステイして、うん、そしたら相手がパパパパパって引いて17 You win again! Yeah! I amストロンゲスまた買っちゃった、またゲット入らんいや、すごくね、うん、2回連チャン勝つんは、え、もうブラックジャック作業、うん、それで G 票頭減っとけばよいで、僕はね、両替に時間かかるから俺のかける時間でめっちゃ少ないねんな、うん、うん、でも敵にバーバーかけてて、ほんまに敵にかけんねん俺、うん、1個だけ11枚、24にタワーを積み上げたんですよ。え、ピンポイントで？ピンポイントで。他には5枚とか3枚とか、うん、その間とかにライン管に置いたり、ライン管でね、ライン管の動きしてんねんけど。香川真司的な。香川真司的なチップ何枚か置いたら、はい、え、なんと24に落ちました。はい、よかった。強かった。じゃあそれで36倍やもんな。うん、さっきの第2回戦、20万3500ペソ。獲得もうだるもうやめた正直もうやめたんよ無理やん俺だって5万円かけて50万よ今50万あんねんやばくね俺負け確やんやばくねお前の肥やしになるだけやんセキュリティ入ってたなセキュリティ入ってた当たりすぎてこのジャパニーズは誰なんだみたいなジャパニーズカジノオーキングそうそう3回戦行こうおいまだ あれがあるから10万円のやつがあるからじゃあ一回さっき負けたお前から負けからか負けからこいつ買ってんのにな、うん、さっきからずっとこっちはこっちでそのブラックジャックキングみたいになってんねんねあの卓ではいいの買わんの買わずよセブ島では有名やけどルソン島ではあんま知名度ないみたいな感じよフィリピン版の中の買わずねそうそうそうでもでかい金額動かしてよそうなやつでいいかなそうやったねこれじゃね小室哲さんね小室哲也で勝負します僕はじゃあ正直最近テレビでじゃあ見んくなった人いきますはいテレンス・リーさんあー、うん、なんかやってそうやってそうよねめっちゃ失礼やけどねやってそうわだってあれめちゃめちゃ昔は出てたやんほんまでっかとかコメンテーターとして最近マジ見んくないマジ見んこれ軍事評論家やんか、うん、世界情勢荒れてるからめっちゃ出そうやけど出てないってことは何かやらかしたちょっと提案なんですけどあの往復するのめんどくさいちょっとサムついたから 3,4 回戦まとめるっていうのはどうですかまあそうだね往復はしんどいよね、うん、19回やから19回の角部屋やからいいっすかゲーマさんいいでしょじゃあもう1ターン引くねさっきオープンしようかオープンしようかじゃあ小室哲也さん、うん、オープンさせていただきます、うん、せーのドン
大当たりじゃね。著作権さえ4億円やから10万円獲得。やばい、お前マジか。しかもバカラ。お前溶かすだけやん。バカラだよ。バカラ。ちょ待って、バカラってどうやってかけんの。いやもうプレイヤーかバンカーかどっちかよ。どっちだかっつうの。倍になって負けやんけ。そう、タイっていうのがあるから、同点やった場合8倍になる。タイにかけるわ10万。タイ10万バカ。タイに10万いくぞ。ちょマジで一回考えて。でももう勝っか、そうそう、10万負けたとしても、そうね、うわ、こいつキモ、キモチームとして。でもその俺的には功利主義の最大多数の最大国費でいきたいから、うん、もう多分俺勝ち確定やけど、その 7-3 で分けよ。岡本吉本の社長めっちゃ吉本ぐらい持ってくやん。5-5じゃなくて、まあ、うん、まあ、普通にじゃ任せるわお前に。そんな俺逆にさ、なんかバンカーになんか負け確やの2分の1とかやってたらさ、なんか裏金あんのかみたいになるやん。いや、ね、ないやん、ここでなんか取り決められてるのかな、条約結ばれてるのかな、なるな。そうやな、勝ちに行かなあかんもんな。やば、10万単位かけんの、ね、やばい。いきます、じゃあ俺テレンスリー一旦行くで。テレンスリーさん、はい、ドン。おやば、しょぼ。10万円やから、3000円をバカラに送ってもらいます。まあじゃあ、一旦小室哲也、はい、小室哲也は、自分が作った曲を、著作権を、あげるって嘘ついて5億円騙し取りました。めっちゃ悪いやん。やっぱやることやってんな、うん、もう聞きたくもないわ。テレンスリーはテレンスリーの10万はね、うん、買収じゃない。衆議院議員選挙で演説をして、うん、その報酬をもらいました、10万円。公職選挙法違反。それでテレビ出なくなった。説あるね。小金稼ぎに行きます。小金稼ぎか。次俺からでいい。次はステージ4か、うん、これよね、お前のさっきの理論、あの理論、日テレ系大きな金を動かすものにしか滞在を、うん、そうそうそう、得られないっていうね。愛知県競馬組合職員で僕行きます。思うやと思うな、それ。まず同窓会はもうちゃうやろ、うん、三河健一怪しいぞ。言ってんじゃん、三河さん。三河もう、ね、これもう外れてた時マジで可愛って大変やからね。ほんまにやめよう。じゃあやめよう。正しくてじゃあやめよう。もう三河君、いやでもやってそうなの分かるよ。なんかね、小室哲哉さんも音楽業界、そうそうそう、三河さんも音楽業界ということで、三河健一さんでいただきます。じゃあまず僕からいいですか。じゃあ愛知県競馬組合職員、やってそうやな、やってそうでしかない。ポン。あ、賄賂341万円、ブラックジャックってことはブラックジャック1万円獲得。おお、なんかしょぼく見えるわ、しょぼく見えるのせいで。これは入札の条件や他社の情報を漏らした見返りに341万円をもらいました。いやよくドラマで見るやつ。じゃあ三河健一さん、オープンします。ドン。おい、マイナス、三河健一マイナス2500万で、おい、やばいやん、それは3万円コバがかけれる。よっしゃ、オッケー。まあまあ、俺がタイで買った時にお前が肥やし増やしてくれるって考えればプラス。俺がバカだ、一緒にやる、一緒のテーブルでやる。お前10万のバカ。一緒にやろうよ。ちなみに三河健一はね、ああそうそう、説明も、まあ、俺らの会社に落ち着き、落ち着き、まだ冤罪証明しないと三河健一。事務所が空き巣にやられて、うん、2500万円入った金庫が盗まれました。なるほどね、逆に逆窃盗か。そう、はいはい、すいません三河さん。タイに10万かけるやつおらんちゃん。フィリピンには10万一気にかけるんか、やばいな。だってタイにかけてる人おらんもん。バンカー、バカラのかけ方じゃない。あー、ヒリヒリする。タイ、オンリータイ。タイオンリア。オンリータイ。びっくりしてます。びっくりしてる。ディーラーも。タイだけか。バンカー。タイオンリア。タイオンリア。いやいや。おー、こだ。I'm a samurai。カモン、カモン、カモン。No, no, no. No, already. Ah, ペペ。ペペって言われた。ペペ。8、8出たら8 also OK 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 タイ来い、タイ8、8、はい、バンカー、よっしゃー。 Oh my god、 あっさり負けた。よし、 I'm loser。 Fuck。 お前マジ何してんの。
でも勝った子で、タイに限れる男で。まあでも勝った方が総取りっていうルールやから、かけるしかないし、うん、そこでなんかバンカーとかにかけて、うん、こいつに裏金で交渉して、なんかちょっとマージンもらうみたいな男じゃなくてよかった。最後に乗らんでよかったな。うん、ここにね、最後に乗らんで。さっきギリギリまでは交渉進んでたね。ギリギリまで。だって俺もしかバンカーで 2V1 で買ったら、うん、来たな。10万倍にしたら80万になって、言いもらっただけでも16万ぐらい。欲にまみれてるわこいつら。でも勝ちの割合でもともとゼロやからお前はほとんど。確かに、そうやん。俺ゼロやとしたら俺もその無駄に10万使われる人の方がええな。2人で2人の時に最大で考えた時に、そうやね、90% 以上で10万がなくなるってことやから、タイにかける。そうやね、これギリギリ迷ったけど、はい、まあ、結局リアルを優先しました僕は。ナイス、ナイス。それがね、ナイス YouTuber。 当たり前なんやね、それが。僕はそのそれができない YouTuber が多い。なるほど、ね、な。結果僕はだから今のやつだと2万勝ちぐらいしたんかな。3万が2倍に増えて1万減ったから、ファックです。しれっと10万負けた、うん、まあ、まだでもここにあの悪人いるから。悪人おんねん。悪人まだ潜んでる。おんの潜んどんねん。それアテナヤバない普通に、うん、大学同窓会やんか。そんな大金扱ってん。負けすぎてめちゃくちゃ冷静な判断してるわ。逆チルトに。逆チルト。もう取り返しのつかへんのか。アメリカ担当マネージャーのもう名前が重いだけ。プロ野球選手、柿沢貴博。うわ、結構俺も狙ってたねんな、柿沢さん。どうせこいつやっとんねんってなってきたら、俺的にはアメリカ担当マネージャーやね。まあそれもあるね。面白いよね。うん、まあね、でもうちょっといける。悪人は潜んでる。じゃあこれあるんじゃん、逆に大学同窓会会計。安藤英二か、うん、大学同窓会、うん、2回ギャンブル勝たなあかん、しんどいわ。俺はもう大学同窓会に変えます。お、ほな、じゃあ僕は安藤英二。お、成功。一斉せーのね。うん、せーのせー、ドン。来た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 。うわ、両方3万円ゲット。渋。大学の同窓会は、すごい大学同窓会の規模でできる、こんな。20年間にわたり、ルーテル学院大学同窓会の口座から、横領していました。20年でこれだけ2590万円。100万円、うん、坂東さんは7500万円を、申告漏れで脱税です。あー、オッケーです。あがす。他誰おんの。アンミカ見る？アンミカ見る。アンミカ見ようか。セット100万円。それもやばいけど。アンミカマネージャー、アンミカの自宅に侵入して、夫の時計とか盗んどる。やば。中井さんはドボンやと思います。せーの、悪いことしてないね。ほら、毎月11万4000円。で、坂上翔もこれドボンやと思うね。うん、どう？うざい、かい。これ、引かんくてよかったな。引かんくてよかったな。これ、なんもならんもんな。ロブシコブシの吉村も多分なんもないよ。俺、ドボンやと思うね、これ。ほら、正解。あの、TKO 木本の格闘ストラブルに巻き込まれ、うん、一番被害受けてるらしい。あ、そうなんや。あんまそれ表に出してないけどね。じゃあラストゲーム、まあエキシビションですけど、いきますか。ジャックの書き方あんのじゃん、でも。はい、あの、5回戦終わって、まあ僕買ったんでウキウキで歩いてたんですよ。はいはい。ほんなら緊急事態が起きて歩いてん、ほんならあの時、俺が買った時のルーレットで大勝ちした、50万勝ちした時のルーレットのディーラーが俺のとこに来て、うん、オーバーペイみたいな。オーバーペイメンツ。あの、20万もらったねんな、うん、ほんならあれ逆めちゃめちゃもらいすぎてたらしくて、本当は10万やったらしくて、あの10万円返しました。それやばくない？やばい。オーバーペイメンツ。I... My chip is my... my hotel room. Hi. Do you speak English?No, no English. No. Japanese. Little. Because we overpayment. Okay. 100,000. Okay. But my. Okay. 英語ちょっとだけわかる。後で。Okay. 約束。Can I have your number? Four a.m. Four a.m. Four a.m. Return here. Here. Come back. Come back. Promise. Okay. Promise.トラスミ。Thank you, sir. Thank you. 25万なくなったんですけど。
ガチ？え、あれはさ、たまたま見つかったってこと？逆に電話わんかったらどうしてたん？え、だって俺のわけわからん10万を一点掛けしたやつも、うん、タイにかけんかったらバンカーでよかった追いつけてたよやばくない？普通にオーバーペイは